ようございます。アイスクリームです。ルイです。ゆなです。ひなたです。今回、ジャスミンの歌を歌ってみて感想、難しかったこととか、チャレンジしたこととかあったら教えてください。そうですね、私たちの、バラードということで、ひまわりに続きこう2回目のお花の名前が使われている、こう題名になっていて、こうしてセットにもお花がたくさんあって、なんか私たちにとってまたさらにお花シリーズでなんか大切にしていきたい楽曲が増えたなというふうに思います。すごくリリースすることができて嬉しいです。ジャスミンの楽曲はですね、すごく愛しの人を思って、なんかどちらも男の子の側も女の子の側もお互いが好きだけど、すごく好きになってしまうほど不安になる材料があったりとかっていう、すごく恋について深く語っている楽曲になっています。なので私たち自身もそれを自分たちの表現だけで表すのがすごく一番このミュージックビデオでも難しかった部分でもありますし、楽曲のレコーディングの時もすごく意識したポイントかなっていうふうに思います。今回のミュージックビデオの見どころはどういうところですか？そうですね、この見どころは一人一人のソロシーンももちろんそうなんですけど、バンドメンバーの方々をつけて私たち自身が一人ずつこういうスタンドマイクを持って歌ってるっていうところが一番見どころかなっていうふうにも思います。自分たち自身もその撮影の時にお客さんがいるイメージだったりとか、ライブをしているセッションをしているようなイメージで歌っているので、すごくなんか体乗りながら歌ってたりとかすごくそういうところも見どころかなって思いますし、多分それを見ながら皆さんもすごく乗ってくださるような、そんな楽曲にもミュージックビデオにもなってるんじゃないかなって思います。後ろに楽器とか見えますけど、生バンドの演奏を聴きながらのちょっとリップというかいかがでしたか？そうですね、やっぱりこう私たちもこう今後大きなステージとか舞台でこう生のこうバンドメンバーの皆さんと一緒にこう実際にライブするっていうことはすごく目標でもありますし、こう夢に見ていることでもあるので、こう今回ミュージックビデオという形でこうバンドメンバーの方と一緒にこうリップシーンではあるんですけど、こう歌わせていただけたことがすごく嬉しいですし、こうよりアイスクリームのこうアーティスト性といいますか、こう歌という部分を皆さんにこうより強くお届けできるんじゃないかなと思ってます。その実際に演奏してくださっているっていうこともあって、そしてこうステージの上で撮影しているマイクがあるっていうこともあって、私たちも実際にこう歌いながらもう本気のテンションと声量でこう思いっきり声を出しながらリップシーンを撮影したので、こうなんていうんですかね、よりミュージックビデオ越しでもこう私たちのこう感情だったり、こうちょっとした表情だったり、なんかそういうのをレコーディングされた楽曲とともにこう感じていただけたら嬉しいなというふうに思います。